Yeah. おっす。なんかニュース見てたらさ、韓国の橋が崩落して、女性一人が亡くなったんでしょあ、それね。韓国の京畿道孫南武市にある橋が、5日の午前9時45分頃に、突然崩れ落ちて、そこを歩いていた40代の女性と、20代の男性、2人が橋の下に落下して、そのうち女性の方が死亡して、男性も重傷を負ったみたいだね。これがその時の映像だけど。あ、本当に突然崩れ落ちてるね。地震か何かが起きたのか。いや、特に地震が起きたわけじゃなくて、突然崩落したんだよね。恐ろしい 私ね、この速度で崩れ落ちたら回避する余裕もないね。そうだね。 橋の下まではどのぐらいの高さがあったのか。約5メートルと言われてるよね。そうなんだ。5メートルというと、ちょうど家の2階ぐらいの高さか。そうだね。人間が飛び降りられる限界の高さが5メートルと言われてるよね。その高さで、こうやって突然橋が崩落したら、無事じゃ済まないよね。橋は歩道部分だけが崩落した感じか。そう。橋全体の長さは約108メートルあって、崩落したのはそのうちの歩道部分の約50メートル前後だって言うよね。こう見ると結構豪快に崩落してるね。 ちなみにこの橋の下にはバスケットコートという歩道があるんだけど、この日はちょうど雨が降ってて、バスケをしてる人とか、歩いてる人はいなかったみたいだけどね。それは不幸中の幸いだね。 あと事故が起きた場所の周辺には、小中高の学校があって、事故が起きたのは朝の9時45分頃だったんだけど、あと1、2時間早ければ、通学途中の生徒が巻き込まれていた可能性もあったと言われてるよね。小中高生が巻き込まれていたら、第二のイテウォン事故、セオル号事故になって、韓国社会が大混乱に陥っていただろうね。そうだね。そうなるだけの可能性が普通にあったわけだから、かなり重大な事故だと思うけどね。ところでこの橋が崩落した原因って何なのかそれを今調査してるみたいだけど、 この橋が建設されたのって、1993年で、つまり30年近くが経過してるから、老朽化によって崩落したのではないかとも言われてるよね。30年で老朽化するものなのかそれは韓国でも疑問視されてて、30年経っても普通にピンピンしてる橋もあるし、実際今回崩落した橋も、毎年安全点検をしていて、2021年には ABCDE の5段階中、C 等級という判定を受けていて、2022年には B 等級の判定を受けてたんだよね。 しかもこの橋は、2020年に3億8000万ウォン、日本円で約3800万円かけて、耐震補強工事までやってたんだよね。それ以前にも何度も補強工事はやってたんだよ。そういう意味では老朽化ではないような気がするけどね。検査を適当にやったか、手抜き工事をした可能性が高いのではないか。その可能性も指摘されてて、それについては今、警察が調査してるみたいだけどね。なるほど。あと言われてるのは、橋を管理してる自治体も言ってるんだけど、橋の下で地盤沈下が起きて、それによって崩落したのではないか。 ないいかとそういう可能性も上げてんだよね地盤沈下今回崩落した橋の下には水道管があって仮にその管に欠陥があって水漏れとかしてるとその部分に空洞みたいなものができて要するにシンクホールができてそれで地盤沈下が起きると言われてんだよね今回の事故もうそうやって地盤沈下が起きたということかそれを今調査してるみたいだねだから老朽化と地盤沈下両方の可能性を考えながら調査するみたいだねあとこの事故が起きた橋から 1.7km 離れた橋でも橋が傾いてる のが確認されて、それで今歩道が通行規制されてるみたいねえ。何これ傾いてるというか、橋が歪んでないか。なんかア飴細工みたいにぐにゃぐにゃしてるよね。もともとこういうぐにゃっとした作りの橋だったのか？ 最初はまっすぐだったのかな俺もそれはよくわかんないんだけど、一応記事では、橋が傾いてるから、歩行者の通行を規制していると書いてあったよね。いや、傾きというか、もう見るからにやばいでしょ。こんな歪んでる橋見たことないよ。ちなみにこの橋の付け根部分は、こうやって継ぎ目が破断してるみたいね。あ、これ今にも崩落しそうだね。歩行者だけじゃなくて、車両も全面通行止めにして、補修しないとダメではないか。あと、事故が起きた橋から900メートル離れた別の橋でも、地盤沈下が確認されて、ここは全面通行止 通行止めになって橋の下も通行できないようになってるみたいだね恐ろしいねというかこういうのを見ると他にも危険な橋がたくさんあるのではないかということで今当該地域の自治体は同地域に設置されてる橋211個あるんだけどそれを全て点検すると言ってるよね韓国人は今回の事故に対してどんな反応を示しているのか散歩で橋の下を通り過ぎるたびに橋が崩れないかを心配してたけど本当に崩れたねとか外国では数十年数百年経ってもなんともない橋が多いのに わずか30年で橋が崩れてしまうなんて、これは慢性的な手抜き工事の弊害だとか。 京畿道の知事とそんな虫の市長を務めたイ。イジェミョンは何をしていたのか？これは全てお前の責任だとか、うちの町の橋も点検してくれとか、そんなコメントが書き込まれてたよね。なんか韓国ってこういう事故多くない。この前もあったよね。動画にもしたけど、吊り橋がぐにゃって曲がったやつ。そうだね。その橋は6年で壊れちゃったけどね。平均寿命短すぎでしょ。なぜこんなことが頻繁に起きるのかだから前の動画でも言ったけど、韓国人って決まった。ルールがあっても、これぐらいなら破ってもいいだろう。みたいな感じで。 無視しちゃうんだよねそれよりも早く仕事を終えること大きな利益を出すことそっちの方を大事にしてんだよねこういうのってある意味では融通が効くとも言うんだけどその代わりにルールが境外化しちゃうんだよね だからこういう事故が頻繁に起きるんだよ。セオル号事故とか、イテウォンの事故とか、今回の橋の崩落事故もそうだけど、不慮の事故じゃなくて、起こるべくして起きてんだよね。だから今韓国で、事故が起きていない橋と、起きた橋の違いが何かといえば、安全基準を守ってるかどうかの違いではなくて、運がいいか悪いか、その違いだけなんだよね。 君のそういう話、ちょっと大げさに言ってるのではないかと。正直話半分で聞いてる部分もあったけど、実際にこういう事故が起きると、君の言っていた通りだなと、毎回痛感するんだよね。今回の話だけじゃないけど、俺の話って、韓国人に対する認識とか、そういうのも含めて、大げさに言ってるつもりはないし、韓国が嫌いだから、貶めたいから言ってるわけではないからね。10年以上、韓国の反応を翻訳してきて感じたことを、偏見とか悪意なく、客観的視点で伝えてるだけだからね。 そういう意味では、近い将来、また韓国で、多くの人が命を落とす大事故って起きるかな韓国が今のまま変わらなければ、起きるだろうね。これは確率の問題だけだから。実際韓国では大事故が、10年周期で起きてるからね。韓国人が変わる可能性というのはないのかま、かなり難しいとは思うけど、なくはないかな。どうやって変えるのか韓国人は基本、損得感情で動いてるから、要するに罰則を強化するっていうことだよね。 結局今、手抜き工事によって事故が起きてるのも、事故を起こしても、そこまで大きなダメージがないからなんだよね。だからこの前、違法露天賞の話をしたけど、道路の不法占拠をしたことに対する罰金よりも、露天での稼ぎの方が圧倒的に多いから、その露天は毎年、罰金を払いながら商売してたでしょ。そういうことなんだよね。店の売上よりも、罰金の方が高ければ、違法露天賞は存在しないわけよ。 なるほどね。だからこういう大勢の人が命を落とすような事故を未然に防ごうと思ったら、安全対策の強化はもちろんだけど、韓国人の国民性を考えたら、罰則を強化するっていうのは結構効果的だと思うけどね。実際そういう検討って行われてるの一応韓国の国会でも手抜き工事によって5人以上の死者が出た場合、建設業の登録を抹消するっていう、建設産業法改正案が発議されて、審議待ちの状態になってんだよね。現行法はどういう内容なのか 現行法は手抜き工事で5人以上の死者が出たら1年以内の業務停止ないし建設業の登録を抹消するっていうものでこれに対して改正案は問答無用で登録抹消っていう内容なんだよね。 実際その法律が適用された事例はあるのかあるよ。過去に20件あったんだけど、この中で登録が抹消されたのは、1994年の損失大橋崩落事故1件だけで、残りの19件は業務停止処分を受けただけなんだよね。この中でも、6ヶ月以上の業務停止を受けたケースは4件だけなんだよね。つまりほとんどの場合は、5人以上が死亡する事故を起こしても、1年以内に建設業に復帰していたということか。そういうことだね。だからこれを登録抹消までしちゃうと、建設業者 ととししてはかななり苦しくなると別に事故を起こそうと思ってやってる人はいないわけで小さなミスで大きな事故につながるケースだってあるわけだからそこまで罰則を厳しくするのはいかがなものかっていう建設業界からの反対の声も上がってんだよねなんかそれ手抜き工事させろみたいな主張に聞こえるけどねそうだねまあでも韓国の政治家的にはこの法案に反対してる人はそんなにいないみたいだから審議されたらすんなり通りそうな気もするけどね この法案が通ったらどうなるかっていうのは一つ見どころかもね。今日はこんなところでいいかな。うん。それでは皆さんまた次回。チャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。